ザビーこんばんは。こんばんは2回言っちゃったね。ありがとう。今日は土浦で特弁当してきました。捕まってます。最近こんばんは。久々に名前呼べた。アラブのライオンさんもこんばんは。久々に名前呼べました。ナスといえばスパガー。そのツイートだけ見逃してて泣いた。それは手直しなさい。みかんたまごさんこんばんは。森プロさん沖縄いいな。いいないいな。けいこさんこんばんは。しおぴーんハートありがとう。ハロコン行きたい。みかんたまごさんなんだい。まったくちゃんさん。あ、ちゅうしろさんこんばんは。 KM さん、お、いいじゃん。いい調子でちゃんと配信来てくれてる。毎回ざわわざわわ。なんだよなんで新しい自己紹介もういらんのよ。ちゃんさんハートありがとう。あきひこんばんは。チリコン行きたい。今日は品川に行った。品川で何してたの。あきひ今日は課題と戦ってた。ちなまだ戦ってる。うわ頑張って勝って。ロゴタイプめっちゃ金沢さんに怒られました。もうね呆れたから怒ってないよバイバーイってでも来てくれてありがとう。結局好きじゃんねロゴタイプ。まやさんこんばんは。渋滞にハマってたらイオン土浦ね。っうっそー。そうね、久々に会えるって思ったのに渋滞だったのね。ロボタイプアバタフライ。あ、ゆうすけも順調にちゃんと来てくれてる。ありがとう。ロボ時代はカレーバやっと。アイドルライブ。ありゃあきんひ。かなちゃんさんがまた可愛くなっててビビってる。かわいい。塚本は最近かわいい。バイバイ草2部買い足したのそれは偉いと思った。ひなたーん、みかんたまごさん、シャボン玉、愛のシャボン玉をありがとう。カレー始めました。ゴリさんこんばんは。やっぱ私にはチリタンしかいないって思ったの。そうだよ言ってるっしょ。やだからラストノートのライブ楽しかった。顎どうしたの。やめなさいよ。ニキビができてるだけです。やめなさい。デリカシーを考えて。次は間に合うように行きます。ありがとう。ごめんね、せっかく来てくれたのに。2000文字レポートしんどすぎてくさ。やだ2000文字とか。やだね。書いたことにしといてよ。ラフランスからラフランス。チャンさんハートありがとう。山内さんこんばんは。チャンさんハートありがとう。か蚊じゃないよね。キビでもね、ここにね蚊に刺されて朝めっちゃ痒いと思って、ここめっちゃ痒いってで、あなんかポチってなってると思って慌てて蚊に刺されの薬を塗ったの。だからだいぶ治ったけどめっちゃ痒い。ああったあったあるある。ポチって見えるここ。あーめっちゃ痒い。めっちゃ痒い。触っちゃダメ。触らない。目だよ。触りたい。で、そういえば光屋のブロプロのたこ焼きめっちゃ美味しいでしょ。かき氷食べたい。ニキバレか。やな。やな。ほくろある？ここに。これさ、でもさ。治るかな。帰りマルセイのバターサンド買えとく。あ、バターサンド今日楽屋にあった。今日行けなかったのね。真面目な話するとチリのトーク力すごいと思った。褒められた褒められた。七番さんありがとう。ケッティンビンありがとう。でピンありがとう。ありがとう。 KTV さんありがとう。こちらこそありがとうだよ。キタちゃんはもっと目熱帯低気圧来てて沖縄から帰れるかわかんない。どういうこと。チェータンさわさわ。 LINE 開いたらロゴタイプからのゆうきちゃんのお褒めの言葉がたくさん来ててニコニコしてる。嘘なんて来てたの。
あんまり触ると良くないぞ。あ、えなリリバ行きたい。フルーツサンド美味しかった。美味しかったね。はにゃ。褒めたから許して。首を肩で火傷したん。あーね、わかる。私もね、先週ね見て、ここコテで挟んじゃって水ぶくれになってて、やっと水ぶくれがねしぼんだの。ここわかる？めっちゃ痛いよね。とにかくね、冷やして安静にした。あ、北海道フェアやってたのね。そういうことか。50カウント完了。ありがとうサミューさん。ぜひこのルームで楽しんでって。サペリ。え？サペリ。ありがとう。後でスクショしとくとあげる。ありがとう。許してくれ。これ金沢行き許す。別にさ、怒ってないけど寂しいよ。みかんたまごさん、はにゃん。熱帯低気圧、台風になるし。あ、そうなんだ。痛そう。痛かった。ロゴ来週しながら先は早いやな。そのお洋服はジェラピケですか。そう、ピケピケ。金沢発見いいね。さらすの暑い。あ、りなたんこんばんは。寝たかったね。シューシューありがとう。あ、パクちゃんこんばんは。キタさんめっちゃガチらせますやん。晩ご飯は何ですか。今日ねミートスパゲッティ食べた。みつさんこんばんは。スパガの夏ガチらずにはいられない。これからイベ行ったらちゃんと行き。おー、約束だよ絶対に。分かったか。ちょっとショールーム散歩してくるわ。散歩行かないでよ。このルームから離れる理由ある。ラフランス可愛くないですか。ミートソーススパゲティ、白い恋人シリーズがめっちゃあってびっくりした。アイロンでおでこやけどすると女の子って感じしない。しないよ。どういうことだよ。約束だよはココちゃんなんよ。知ってるよ。知ってるよ。約束というの夏来た。わからなすぎて約束だよ。チーターアバターに変えたよ。あ、チャンさんありがとう。ワンワンランド近所すぎて親近感湧いてました。え、嬉しい。そう、つくわワンワンランドね。ワンワンランドいいよね。結構ね、小さい頃にも連れてってもらってたけど、普通にまあまあ大人になって、なんならここそのコロナになる直前ぐらいにもおじいちゃんとおばあちゃんと3人で行った。そう、あと筑波山行ったりとか。チリタン流の約束の仕方見したってよ。小指出して勇気も出すね。はい、誰かぶん投げてください。退場します。ワンワンいいな。ワンワン今日のリリーブの髪型全部可愛かったです。うれちい。あ、九州のゆうちゃんこんばんは。動物は裏切らない、わかります。ハロー、やばい最高。なんでやねん。うちにもワンワン4匹いるから来て。4匹いんの。何犬。え、ディズバイに負けたの。コールド負け。私勝つと思ったんだけどな。マジかよ、やだ。約束だね。うん、話出た。胸キュンボイス。みんなちゃんとコメントしてね。うちのワンワン、あ、まだやってる。ワンワン確かにごめん、だってね消えるかな。消える。さあ、フェイスシールドとか顎でさ止めるじゃん。だからさニキビができちゃうんだよね。まこっちゃんお疲れ様。クレイジーコンビ笑ったよ。そのクレイジーコンビっていうワードに。ダックス2匹とチャイニーズクレスデッドドッグボロニーズ。え、何チャイニーズクレスデッドドッグって。ボロニーズ、ボロニーズって何聞いたことある。
恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。大輝こんばんは。うちのトイプちゃん可愛いよ。トイプ可愛いね。うちの子は一番可愛い。天気触らないで。沖縄あら不思議なくなった。うちのトイプちゃんはチータンと戦える。トイプちゃん優勝だよ。うちのチワワめちゃくちゃ可愛い。あ、チワワ最近来てるんだよね、自分の中で。ケタ何言ってんだ。ハラディーン、ハラディ、ハラディーン、ハラディーン。石鹸水、そうなんだ。フェイスシールドの地帯よち、こんばんは。みかんたまごさん、わんわん。チャイニーズは消えないタイプが有名よ。見たい見たい。ザワ負けたんか。いやーねー、マスクね、そろそろマスクあれ来てるよね。わかるわ、とっても。今右手がしびれてて痛いので痛み止めください。ママママじゃないからあげれない。ミニチュアダックスフンドが一番賢くて一番可愛い。ミニチュア可愛いよね。リップで送っておく。見たい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 。明日は呼吸ウェルカムパッチのお時間だよ。お洋服何着ようかなって今からクローゼットなんかもなんか開いたり閉じたり開いたり閉じたり閉じたり開いたりしてるよ。夏で汗かくから余計にな。ゆきさんってショーペンママじゃなかったんですか。違うわ。夏用の不織布マスクちょっと高いけどおすすめです。あれかな、内側がひんやりするってやつ。しばけんワンワン、割と真面目、汗で崩れないメイクを知りたい。それはわかる。黒水着ゴキウェルカムパチ。あ、北昇負けたんだ。マジか。新メンバーイベヤシ、大人の魅力見せつける服にしようぜ。わかった、水着でいくわ。ヨンキウェルカムパチ、懐かしいね。最近はチリタの配信が子守歌になってる。ひなたんは寝ちゃダメだよ、ひなたんは起きてなさい、ねんねんしちゃダメだよ、ひなたん起きて。それです。全然違いまして、たまらん。やっぱパイが出る服だよな。めちゃめちゃ目立つ服着て主役感出してほしい。一台に5台、惜しかったんだ。パイしか勝たん。ゆうきさんの配信見ると元気になれる。かねちゃんこスープこんばんは。コメント追いついちゃったよ。みんなコメントしなさい。最近一緒眠くない。すごくめちゃくちゃわかる。私昨日めっちゃ早く寝たのよ。めっちゃ早く寝たから、これ明日起きるの余裕だなと思ったの。しっかり起きれなかったけど、朝洗濯してからちゃんとお家出たよ。テンポがこもゆうたん。ジローちゃんこんばんは。僕も眠たくなってきたよ。ゆき、みかん卵起きてよ起きて。何もの可愛すぎますけど、でもゆきちゃんは水着の方が大人の魅力。おい黙りなちゃい。僕のび太こんばんは。ハンバーグカレーゆうき。おい誰がまな板だよ、言ってねえよ。ドジマブリキちゃんこんばんは。ジャキさんめっちゃ可愛かったし、ありがとう。超絶絶叫ランドで共演した山重こと、あのね、めちゃくちゃ優しかった記憶。そう、めちゃくちゃ優しかった。わかる。眠い眠いのめっちゃわかる。最近朝起きれない。同じ。あ、みかんたまごさん可愛いスタンプありがとう。タムタムこんばんは。そっか、今日チャンさんあれか、ワーストか。スクミズ以外持ってるの。持ってるわ。22時30分からチェキチャ。そう、22時30分からチェキチャチャチャ。また布面積多めの水着着てる。いやって思うじゃん。
このちょうどねこの胸元のところだけねちょっと開いてたり、あとまだジャケ写じゃ見えてないけど下が結構なんだろう、なんかね下が普通のねビキニのパンツじゃないのよ。ちょっとねなんだなんつったらいいんだろうな、そう変わってるから楽しみにしてて。そう、明日さん、山重さん、そうグラックさんありがたくちょ4時に寝て7時に起きた、それはやばい。プロデューサーやったかな、ちょっと忘れちゃった。ジャケシャ最高、トレースでは、トレース、おへそ、おへそ、あ、おへそ、おへそ見えてたかな、見えてない気がした。言葉だけ聞いたらって、水着の全身、おショット出すかな、おショット欲しい。下は葉っぱやばいよ。アイボンエンタさんありがとう、ありがとう、今日会えて嬉しかったよ、来てくれてありがとう、チェキもありがとう。全然じゃないよ、葉っぱ体の常、ゆきをストロベリーに紐つけてそれ巻いてて欲しかった。ゆきちゃんのおへそのお宅なので泣きました。パさんこんばんは。おへそね見えてなかった気がする。うん、デザイン性のあるやつです。ちかじゅんすけこんばんは。おショート出るかな出ないかな。ジョバンさんありがとう。片思いのプリンスさんこんばんは。サノビアーノさん、サノピアーノさんこんばんは。インスタに水着、ショーピー愛のシャボン玉をありがとう。そうじゃないよ、ゆうき水着はよ、ゆうきの水着は俺のもの、はよ発売日、シリーシャープ誕生しろ。へそピン開いててください、なしてよ、耳も開いてないのにおへそ開けないでしょ。水着チェキちゃんはしませんよ。チェキのピンと嘘、お揃いの水着買います。ビキニ着るの、ジュンスケ、なんかさ、なんだっけ、超絶カラーじゃないから不思議よね。山下さんかわいい、ありがとう。ケーター、ありがとう。とちおさんこんばんは。あ、コメント追いついちゃったよ、みんな。アーシャ撮影した場所まだ公開されてないよね、だから C かな。水着ショールームでいいです。セーター、スタイル最高なのでどんな水着でも OK。 関ヶ原はビキニで行きます。体が3分の1入らない。ハンバーグカレー、今日の寝い、どんな感じ、寝いって何、干して水着の写真撮ってラジオ配信してほしい。エチエチは夏にしような。マイコッティが黄色着てて、あ、確かに、ネイル、ぴょんぴょん、うさぴょん、水着 TikTok でもええで。まさきこんばんは。細いしダイエットしよう、そのまんまのチミが好き。背景激にでもかった、顔が美しいから、あとなんもないよ。キラキラネイルかわいい。のんめろのんめろのんのんめろ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 たん、ありがとう、こんばんは。あ、そう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 、みんなにね今日ね問題出そうと思ってたんだ。今日ねフルーツサンドを差し入れでいただいたんですけど、ゆうきちゃんは何味を食べたでしょうか。鎖骨の仕上がりとかある、鎖骨の仕上がりとかなくない、鎖骨はもう生まれた瞬間決まってるよね。エイジパパこんばんは。初見さんありがとうございます。ぜひこのルームで楽しんでってください。
金沢ゆきと言います。ゆきりんのお顔だけは変飾りたい、怖いよ。私ダイエットしたことあるよ。いちごブブ、いたみん、こんばんは、いたみん。今日の問題、バナナブブ。あ、エイジパパさんありがとうございます。チョコバナナブブ、いちごブブ、チョコミントブブ、バナナブブ。難しすぎるやろ。いちごブブ、ハンバーグブブ、もっとブブ、もうロガ、バナナブブ、ボコツブブ、みかんブブ、パイナップルブブ、ベーコン、レタス、トマトブブ。フルーツサンドの種類は、いっぱいあるよ。ビューレティブブ、いちごブブ、あ、ツイッターフォローありがとう。オレブブ、キウイブブ、ストロベリーブブ、サルサソースブブ、マンゴーブブ、リンゴブブ、シャインマスカットブブ、そのままとかあったような。キウイブブ、レモンブブ、飲んでたコアラ吹き出してしまった。チキンカツブブ、キウイブブ、スイカブブ、あ、ドラゴンフルーツめっちゃ迷った。でもブブ。パイナップルブブ、スシロブブ、ブルーベリーブブ、みかん卵ブブ、スイカブブ、ドラゴンフルーツ迷った。セブンのサンドイッチブブ、ケタさん、モモブブ、ザクロブブ、スパムブブ、パイブブ。あ、め、あ、わ、あ、ノンメロ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 ン正解です。メロン食べました。ノンメロターン、さすがメロ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 にさしちゃった。やっぱみんなの心をメロメロにしたいからメロン選んじゃったよね。でもあのね、メロンって何ですか、調べなさい。正解はメロンでした。あのね、聞いてるしさ、あのね、迷ったの。ドラゴンフルーツか桃かマンゴーかメロン迷ったのね。でもドラゴンフルーツはなんか生クリームじゃなくてチーズクリームだったの。私チーズめっちゃ好きだけどチーズクリームってあんま好きじゃなくて、だからやめて、でマンゴー、あ、違う、桃選ぼうとしたんだけど人気だったからやめて、じゃあマンゴーと思ったっけ、あのほのかちゃんがマンゴー食べたいって言うから譲って、だからでも全然なんだ、何迷ってたからさ、でメロンにした。メロン、茨城さんだった。さすが茨城にいるから。さ、メロンにしました。メロン、マンゴー一つ、え、桃が一番高かったって、1800円。茨城って漢字書けるようになりました。書けるわけなくない。何なとこだった。世界はレモンだった。課題に追われて頭がシーンのレールしかする。高ね、ほえ、高い、高いよね、びっくりしちゃった。そう、スタッフさんが桃が一番高かったって言ってて、でファンの方がそのフルーツサンドの写真を載せてたから、それを一つずつ拡大して一個ずつ値段見てたっけ。桃がいっちゃん高かった。で次にマンゴー、メロンちゃんは安かった。メロンちゃん安かったね。えご当地スタバ飲めなかったんだけど、絶対飲む気満々だったのにさ、絶対飲もうなって言ってたんだけどさ、飲めなかった。でもね、メロン美味しかったねえ。ご当地スタバまだ全然飲んだない。まさきん、まさきんありがとう。値段で差し入れ決める、決めてないよ、決めてない。かかやにウーバーしてもらえばよかったね。俺がゆうきのメロンになるよ。髪をいじってんのかわいい、今の顔かわいい。はにゃ、早く弁当行きたい、助けてくれ、気のせいよ。で俺の分はあげね。あーげにゃ
ドビーって何？カニクリームコロッケ。はにゃはにゃはにゃ。何？今日はドビーしないのって何？ドビーってなんだっけ？はーにゃ。マンゴーいいね。来週会える？あ、チェキチャ30分前になりました。チェキチャ販売開始です。来てください。あ、目の加工、目の加工してほしい。いきます。来てくれてありがとう。みんなチェキチャ販売開始したよ。チェキチャ販売開始だからみんな来てくれるよね。はにゃ。あ、来てくれてありがとう。今チェキチャ販売開始したからゆうきちゃんに会いに来てね。そうしないと宇宙に連れて帰っちゃうぞ。ピピ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 ピ。あ、星のスダクさん、こんばんは。一晩でこんなに痩せちゃった？チェキチャ販売中なのに誰も買ってくれない。はーん、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 はーん。どんどん現実に戻って、これやばいね。ちょっと目を戻して、小顔、あーやばいね。あーやばいやばい。あー顔がでかいよこれ。はは、やばいこれ。戻っちゃった。現実へいらっしゃい、現実へいらっしゃい。お目覚めた、お目覚めました、勇気です。お目覚めました、勇気です。ブス、デブ、めっちゃい。チェキチャーってなーに？チェキチャーは1対1での時間だよ。チェキチャーってアプリだよ。そのカードもう一回チェキチャーおねだりしてみて。金沢ゆうき、10時半からチェキチャーするの。みんな来てくれないと寂しいな。来てよね。ゆうきと2分一緒に過ごして。今発売中。あ、おっさんありがとう。よっこいしょ。ケタチョチェキチョありがとう。ケタチョチェキチョ。ゆうきりんとマンツーマンとか緊張して話せ。大丈夫だよ、文字だから。まことんは
会いに行きました。こんばんは。真顔で見ないで。一番可愛い、ありがとう。おねだりポーズ、かわいい。適当にハンバーグカレーの話がしたい。いいよ。花田、ありがとう。逆に過去で太くしたらセルフ小顔できるんじゃん。待って、名前変えるの忘れてた。急にどっこいしょって言うの可愛い。どっこいしょ。ぷくふぐぷくふぐ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 。ねえ、今日ね、天才ちゃんが甘えん坊すぎて可愛かったの。さっきゆきがね、あのね、携帯とかいじってたらね、寝転がって携帯いじってたの。そしたらまず手でね、ツンツンってきてね、何と思ったらね、撫でてみたいな顔でこっち見ててね、かわいいかわいいかわいいってなってね。でも今ちょっと携帯いじってるから、ちょっと待ってよって携帯いじってたの。そしたら部屋一周ね、ぐるっと回ってね、ゆきのとこ戻ってきて、今度ね、両手をね、肩にトンって乗せたの。おるおるみたいな顔見られて、何かわいい、君ウサギなのってなって、ウサギもそんなおねだりするのかわいいねーって撫でてて、でちょっとね、長めに撫でてて、もういいべーと思って話してね、普通にね、携帯いじってたの。したっけね、またね、天才ちゃんがね、今度ね、逆側のね、こっちの肩にね、あのね、頭をね、スリスリってしてきてね、もう何かわいいみたいな、もうマジかわいかった、びっくりした、マジでびっくりするぐらい可愛かった。マジで可愛かった。もう多分ね、ウサギじゃないと思っちゃった。ひみワンちゃんって。うん、可愛かった。だからこのもうね、こっちに来た瞬間も可愛すぎてずっと撫でてたの。そしたらここにね、顎をこいって乗せてね、手パタンって伸ばしてね、寝てきてね、もうひみウサギなの、なんなのと思ってね、ツーショット撮った。まあ、近かった。本当に可愛いんだ、もう。そういえばね、ゆきツイッターのね、ヘッダー変えたんだ。サラとマックと天才ちゃんのね、夢のコラボ。もうゆきね、ね、みんなクソコラ本当すごいと思う。私ね、もうね、やばい。頑張って切り取ってくっつけた。白い背景に。誰が、本当に、サラとマックと天才の、かわいいかわいいヘッダーを作ってほしいわ。ねえ、甘えん坊さんかわいいよね、あなた。天才と特典会。ゆうきりんのチェキチャと天才ちゃんどっちがかわいい？ゆうきりんのチェキチャだよ。まだいっぱい売れ残ってるよ。え、何勝手に切り抜きしてくれるアプリって、それ欲しい。次は違う背景に貼っていきましょう。マジでクソコラ、ほんとみんな天才。今みたい切り取りになってでしょ。でもあれね、だからそれでそれ作ってたの。天才ちゃんはほったらかしにして、でそれ作ってて、トントン撫でてみたいな、かわいいね、でも今ちょっと作ってるから言うて、天才ちゃんもチェキチャしよう。たまに登場するよ。チリちゃんのお家のワンちゃんとうちのダックス同じ色、え、どっち、シルバーダップルかブラックタンか。クソコーラ御用達のアプリ情報。チリかちゃんなちゃんなちゃんなちゃーな。写真さんもあげといてくれたらみんながええ感じにしてくれるやろ。ほんとにしてほしい。もうほんとにね、私もう才能ないんよ、その画像を作るとか動画を作るとか。だからほんとにね、ネジストの皆さん動画作ったりさ、画像作ったりしてくれる。あやぼんとかめっちゃうまいよね、確か。コウメちゃんのしてなかったっけ。前めっちゃ天才だと思う、本当に。ちゃーな天才ちゃん20歳。あ、シルバーダップルとブラックタン、どっちも、え、
神じゃん。何そのペアって珍しいね。一緒だね。運命かにゃ。ちゃーんな、ちゃーんな配信してんの。クソコラしか作れ、技術がすごい、マジすごい、みんな天才ちゃん。みんな天才ちゃんなんや、ほんとに。発想すごいよね。普通に私いいにしちゃう。七ヶ原さん、メロン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 、ああいうセンス裏にはないよな。え、そうかな。ありそうだけどね。本当にすごいよね。動画素材集めが一番大変かも。ああ確かに。勇気の作って、じゃあまこちゃん。天才の素材か、いっぱいあるんだけど、マジ携帯のねデータフォルダー天才ばっかり。最近自撮りより多い、絶対に明らかに 100%。 何してんだ今、寝ようとしてるわ。チャンさんありがとう、楽しみにしてる。ケタロス逮捕、うん。謎くらい破壊力ある素材あれば。おまわりさんあっちだし。てかなんで彼女にしたいメンバーでナズじゃなかった？ナズちゃんは違う。小出しにしててもええやで。天才ちゃん24時間配信して。今寝てるよ。可愛いんだよでも。めっちゃ可愛いの天才ちゃん、めっちゃ可愛いんだよ、天才的に可愛い。めっちゃ可愛いから今寝ようとしてるよ。また俺のチェキチェチェに起きるやろ。そうなんよね、完全に寝たわ。天才ちゃんのシャルバーカート使わない、作らないよ。なるちゃん配信で誰が一番好きって質問で勇気の名前出さなかった。え、誰って言ってた。もう怒っちゃおうと。でも言うてね、もう本当にね、お互いね配信してる時間以外ずっと LINE してるんだよね今日も。そう、なずちゃんから返信来なくなったら、あ多分ショールームかチキチャしてんだろうなと思ったら本当にしてたりとか。天才ちゃんを見る、ゆきちゃんの顔が優しくて可愛い。ポンタさんこんばんは、コメントありがとうございます。天才の SNS アカウントありやな、なしなし。オーディションの動画勇気にマム感出ててよかった。みんな好きって言ってた。なずは4股ぐらいしてる割に束縛してくるからな。そうだよ、なずちゃんはねお友達とカフェに行ったりね遊んだりしてるの。さらちゃん確かに回ってた回ってた。ショッピーがアイコンかぶせて生き入ってました。どういうこと。なずさんの耳に入れてきた指が分かれてまじゃん。本当です。なんか最近分かるようになった、全然外れる時もある。僕も弟と2年ぐらいずっと LINE してたのに最近帰ってくるタブしちゃってるからね。勇気は友達いないの。いるけど会うまではないかな。悲しい発言だね。コロナだし、うん。一途におったるよな。怖ね。オーディション動画見たけどゆきに真面目に分析しててかっこよかった。恥ずかしい。ゆきなぜに振られたんか。振られた。ちなみに急に耳入れ、いやマジで
そう。ヨメコに DM、 LINE じゃないんだ。そうだ、コロナのせいだ。ダメだ、舐めちしそう。起きなさい。愛と勇気だけか友達さ。一人も楽しそう。一人が楽なんだよね。孤独死しないようにイベント行って人に会うようにしてる。あ、仙台行きたいよね。仙台普通にマジで行きたい。本当にそれは本当に。え、マジでコロナで友達、え、なんかさ、コロナでさ友達、いや、いるんだけどさ友達いなくなった感に襲われない？大丈夫かなみたいな。忘られてないかな、コロナ期間でみたいな。みかんたまさんありがとう。音符これから俺と二人になるんだよ。逮捕。九州行きたい、福岡行きたい。コロナだけど雪に買い足しした。俺褒めてありがとう。それは本当ありがとう。こもちゃんね、それな、わかる。決まった人としか連絡取らなくなった。わかる。全てはコロナのせいで。わかる。え、わかってくれる。もうマジで本当忘れられてないかなみたいな。てかなんか全体的に日本人、わかんない、日本人とか人がさ、みんなさ、なんか人と会うっていうのをさ、めんどくさくなってそうじゃない？いや、私もいざ会うってなったらめんどくさそうだもん。クリント戦ってでも俺は勇気を愛するよ。コロナでズーム飲み会流行った頃、誰からも誘われなくて友達いないの実感してズーム飲み会私もしてないな。あ、中学校のあのクラスの子たちと飲み会じゃないけど普通にズーム会とかはテレビ電話通話とかはするけどね、たまに。うん、マスク、え、コロナでマスクの人ってさ、みんなメイクしないの？女の子のみんなしてないの？こっから上だけ？うちらはさ、仕事柄さ、どんだけマスクの時期とかでもさ、結局こう撮影とかの時はさ外したり、フェイスシールドとかだったら見えるじゃん。だからするんだよね。約束の前日めんどくさくなる。一緒、マジで一緒。約束の前日、約束の当日、めっちゃイベント行きたいです。来てよ、まさき。たまにゆうちゃんズラインが動く。あ、いまだに動いてくれるの？中学校のイントネーション変で可愛い。やめなさい。ズームは上司かアイドルとしかしたことない。マスクに慣れちゃって逆にないと不安になってきた。適当にしてる。仕事の時はマスクした。え、そうなんだ、いいね。お目目だけ。なんならファンデとかもいらなそう、ここまでマスクしちゃえば。確かにね。私本当にメイクする。ごめん、めっちゃさ、女の子のさ、ニジストの女の子可愛く多い中、その前で言うの申し訳ないけど私本当にメイクするの嫌いなの。本当にダメで、なんかなんだろう、なんかさ、好きじゃないんだよ。メイクが。だから本当にあのリハとかマジですっぴんでいくタイプなの。みんなしっかりメイクしてくるけど、ほんとその辺はしっかりしないとなと思う。あ、ロゴタイプ、そうなんだ。 COP 遅れちゃったの？私はリップほのたん、ほのたんチェキチェキ買ってくれた、ありがとう。マスクの紐切れんのやだね。ちゃんさんは綺麗だよ。メイクしなくて、いや大丈夫ではないんだよ、本当に違うの。大丈夫じゃないんだけど、メイクが好きじゃないの。メイクしても変わんないの、なんか
違う、なんかそれ語弊、なんかなんだろう、なえるの自分の顔をさ鏡に見るわけじゃん、メイクするときに。なえるのよ。でさ、例えばなんだろう、これこういう風にしたいみたいなあるじゃん、メイクできない、あ自分のパーツの悪いせいだって、なんかなえちゃうの。サミューさん、そうなんだ、ありがとう、応援してくれて嬉しい。本当にね、本当に萎えるんだよね。なんかまずさ、鏡をさこの至近距離で見たくないの。なんかああってなる。本当に。マジでね、メイクしなきゃいけないんだけど。気持ちは服しそう。あ、777人。もうね、本当にね、もうメイクがね、なんかさ、なんか可愛いコスメメイクとかもさ買うじゃん、するじゃん、なんかあれみたいな、思ったのと違うなみたいな。本当に困っちゃう、困っちゃうよね。今日久々に部屋着チェキチャだ、パジャマチェキチャ、はにゃー、わかるー。わかるわかる、くるくる、思ったのと違うのよ、変わる。そうね、だからコスメにいくら使ってんだってね思うよね、普通に。でもね、お気に入りのね口紅とね、お気に入りのグロスをなくして私はマジなえてんのよ、マジなえピエンピエン丸なのよ。マスカラ、マスカラはね、これこれです、マスカラ。ヒロインメイクのロンガールカールのマスカラスーパー02番、ヒロインメイクです。ブラウン、ブラウンです。目力がどうしても強いから、怒ってるように見えたり睨んでるように見えちゃうから、少しでも和らげるためにブラウンにしてます。はあ、パジャマ雪も欲しいんだ。にえちゃんさん、ありがとう、チョコみたい。買います、食べます、買わないでください、食べないでください。ブラウン作るとそんな気持ち柔らかくなる。そう、人見知りしたらめっちゃ真顔になって睨んでるように見えちゃうんだよね。ディオールグロス、いいの、チルタに敷かれたらなしてよ。パジャマでお邪魔したい、パジャマでおじゃん、ま、あ、メカちゃんこんばんは、この間はありがとう、買うは自由やろ、買わないでください、奥さん。そうか、すまねーまねーまねー。グロスは口紅を塗った後にチョンチョンチョンってなるんだよ。パジャマでお邪魔はパン1からスタートだよ。そうか、
おむつ履かなきゃ、ムニマン、ムニマン履かなきゃ、ムニマンだよ。あ、みかんたまごさん、お金ありがとう。ケトルス、お金ありがとう。チャリン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 、金金金お金。ゆきちゃん怒られなさいと、ゆきちゃん怒られなさい、君怒られちまいな、ゆきちゃん君怒られな、お金ありがとう。はい、ふうちまみま、おしめみたいな涙袋欲しい、面白いシャチ、ゆきの財布にお礼になるシャチ、オルカンドグミかわいいね、シューピーお金ありがとう。お酒飲んでます？うん、カルピス、体にピースしてます。カズリンこんばんは、大人になってからムーニーマンつけるとなんかちょっとワクワクするような、つけたことないわ。現実的お金わらわら、スパグさんに会いに行く日が一番可愛くなりたいって思います。あなたも可愛いから大丈夫だよ。カルピスいいな、久々に飲んだ。エンタさんお金いっぱいありがとう。チャリンチャリンチャリン、俺は4本目飲んでる、飲みすぎ、勇気現金くれ、やだ、夏になるとカルピス飲みたくなる、あるある。あ、ケタルスお金が止まんないね、お金ありがとう。お金使ったことないのないわ。エンタさんもお金ありがとう。ケトルズお金ありがとう。チャリン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 だね、お金ありがとう。お金が愛止まらない。はい、カルピスがスパのスポンサー、勇気振り込んでやめなさい。ケトルズお金ありがとう。お金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 、勇気くれかくれ。お金すごいんだけど、ねえねえ大切に、お金お金お金、チャリン、ありがとう。みんなケトルスのお金にコメント負けてるよ、コメントして、推しのクレカで買い物したい。ケトルスお金すごいよ、ケトルスさんくださいになっちゃってる私のハッシュタグじゃなくなっちゃって、ケタロスどうしたの、どうしたの、僕僕お水飲んで冷静になりなさい。お金ない、みんなどうした言うてわらわらわら、ゆきのくらからゆきチェッキン並びたい。そんなもんやないと、家から石油が出れば今日ボーナスの日、まだ続けるさ。みんなコメント止めちゃダメだよ、金に負けてどうするの？ケタルスお金ありがとう。このみんなどうした？なかなかに好きです。なかなかに好きですじゃないのね。やんちゃん。ケタルスお金ありがとう。お金。お金ついご飯天才ちゃん。金金金ね。お金ありがとう。コロッケ、みんなコメント止めちゃダメだよ、お金に負けてどうするの。クケタロスね、ケタロスどんだけ投げてんのこれ、呼吸じゃん。アイボン金、チリペローじゃないのよ、ハンバーグ金、アイボンお金飛んだってんの。サミュさん何チャンス、カリアすごいよね。お兄さんお疲れ様です。ケタロスお金ありがとう。チャリン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 。お金沢ゆうきやめなさいやめなさい。あ、ジャキちゃん始まっちゃうぞ。
タルス、お金は大切にしような。金が舞うね、すごいよこの壇上、すごいんだけど、小判なんだけど、あの何あれあれ、カリブの海賊で最後に出てくるシーンみたいになってる。わかる。シュープや、何を言ってんの。としおさんもね、としおさんも混ざらなくていいのよ。としおさんお金ありがとう、ケタロスお金ありがとう、としおさんお金ありがとう、ケタロスお金ありがとう。やばいでしょこんな、こんな配信。答え間に合くない。え、分かる人いない。カリブの海賊で最後船がドーンって前の船にさ止まって降りる順番待ちしてる時の右あたり、いつか遭遇したら夢じゃない。お金ありがとうはまず、お金ありがとう。メカちゃんも参加しなくていいのよ。ケタロスお金ありがとう、メカちゃんお金ありがとう。お金が待ってるじゃないのよ。わかるよ、わかる、わかってくれる。それみたいになってんのよこの壇上が。そろそろチェキチャかな。そろそろチェキチャかな。壇上そういうことになって、シオピンハートありがとう。明日2部に出演だよ。ゆきちゃん明日2部に出演するよ。シオペハートありがとう。あ、10時半過ぎてる。じゃあ壇上呼びしたいと思います。シオペハートありがとう。壇上呼び、13位メカちゃんありがとう。12位レッセフェールさんありがとう。11位はモラさんありがとう。モラって読むのかな、モラさんかな。 MOR さんありがとう。10位ミッチーありがとう。9位オッチラありがとう。8位みかんたまごさんありがとう。7位リオリアさんありがとう。6位としおありがとう。そして、5位花たんありがとう。4位サンミューさんありがとう。3位はロゴタイプありがとう。そして2位エンタさんありがとう。そして今日の1位はケタルスありがとう。ケタロスいっぱいのお金をありがとう。ということで、私はチェキチャに行ってまいりますね。ではということで、今日もありがとうございました。楽しかったです。1時間かなぐらい配信しましたけども、楽しんでもらえてたらゆうきちゃんもとても嬉しいです。この後はすぐ間髪入れずにすぐチェキチャの方しますので、ぜひ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 2人きりにしてほしいなって思います。ゆうきと2人きりになってね。ではありがとうございました。またね。またな、はにゃ。みんな来てね。バイバーイ。
知らないぞ。iPhone ちゃきちゃ買ってくれてありがとう。今すぐ始めるね。バイバイ。なんで切れないんだ。ゆうさんもう終わりだよ。どうだった今日のトーク会は。どうでした。あれマジで切れないんだけど。携帯固まった。シャットダウンしてまた切るか。シャットダウン、携帯シャットダウンします。ではバイバーイ。チェキちゃん待ってますからね。ジムの土浦の写真、え、ねえ送って、それ欲しい。ゆうさん送って欲しい欲しい。バイバーイ。配信、あ、間違えた。なんでと思ったら、はい、ライブ終了のボタンじゃなくて普通にバツボタンを押してた。ごめん、ボタン間違えました。バイバーイ。